今日はね、なんとね、バチ抜けシーバスをちょっとやりたくて、今日はね、マサッチにですね、教えてもらおうかなと思って、僕も久しぶりすぎてね、20年ぶりぐらいだから、最近の事情はどんなもんかなと思ってね、すごい楽しみなんですよ。ちょっと鳥目で見えなくなった。お疲れ様です。どうもどうもどうも、はいはいはい、久しぶり。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。どうですか、最近の状況は。釣れるかな、今日。うん、そうですね、前の潮良かったん で、うん、でこの潮はまあ本当に言えば明日からなんですけど、今日まあポツポツ風ないし暖かかったし、よさげだよね。今日から日没後に満潮を迎えるので、そっからよくの、あの場所はそっちの方がいいですね。勝負は1、2時間、そうですね、もう多分7時6時半から8時半だと思います。なるほど、サクッと釣りたいね。うん、まあいいんじゃないですか、ね、じゃあ今日は一つお願いします、はい、頑張りましょう。はい、まだバチは抜けてないですね。網だな、網がいっぱいいる。すんごい網だね。今日は網パターンになるかもしんないな。うわ、すごい。で、まあ、右が上流で、はい、これからもうそろそろですかね、右から左に流れ出すとともに、うん、うまくいけばバチが出てきて、わーっと流れて、ライズが出ればチャンスだし、バチが出なくて、まあ、網いっぱいいるんで、多分ね、魚必ずいますから、ケンさんの力だと、あの白いライト方向を投げて、自分あのこっちのライトから回収してくるぐらいなんか感じで、はい、あ、そんなにアップじゃないんだ。そうですね、多分、鳥目なんでどこに落ちたかも分かんないね。ちなみに基本的な誘い方っていうか、回収のスピードというか、はい、どんなぐらいなの？そうですね、まあ、バチパターンであれば、後々出てくればもうバチのスピードに合わせるのが一番なんですね、でバチが水面出てこう引き波を立てながら泳いでますから、そのスピードで引く。あのスピードね。で、あの右から左に流れてるので上流側に投げるのがすごい大事で、下流側投げちゃうとその流れに逆らう分と巻く分で、めちゃくちゃ早く泳いでることになっちゃうんですよ、そうすると全然食わないので、基本的には上流側投げて流されながらもうわずかに引っ張るぐらい、そうするとちょうどその引き波の V 字の角度とか波紋の大きさを合わせるのが正解ですね。なるほど。もう星が見えるね。遠くは見えるんですね。え遠くは見える釣り人として人として、釣り人としてはね、やっぱり開拓精神がすごいある人だなと思いますね。なんか先入観にとらわれないというか、っていうのと、やっぱ怪魚って言ったらなんだけど、やっぱ新しいターゲット好きで、なんか冒険とともに釣りしてるようなイメージですかね。人としてはね非常に興味深いなと思っていつも見てますね。なんだろう、大体僕の人生観とか学んできた経験とか知識で、これやったら死ぬっていう選択肢とか考え方なのに死なないでこうむしろたくましくなっていくっていうのをなんかすごいなと思っていつも見てます。で、なんかね、特にすごいなと思うのは物おじしないんですよ。だから例えば海外一緒に何度か旅行ってるんですけど、おまわりさんにも拳銃のホルスターのボタン外して抜いてはないけど、ここに手を置いてるおまわりさんにもビビんないで突っかかるし、明らかにこうニューヨークのダウンタウンの怖い街でもビビんないですよね。結構チンピラっぽい、ちょっとこの人たちやばいぞって人たちにもビビらないし、すごいな。で、だからなんだろう、フィッシングショー一緒に出たんですよ、フロリダで。アイキャストって
で2人で隣同士でブース出して、まあ、そんなに英語得意じゃないけど一生懸命英語の商談してやってたんですけど、ケンさんがすごいなと思うのは前のブース、横のブースに、まあ、次から次へとこうキャストピンポイントキャストを見せたいがために対岸のブースの展示品にまでこう入れてくるんですよね。で反対側のブースの人普通怒るじゃないですか、何やってんだあいつって。だけどなんか入って向こうがあーってなるといやーみたいな感じで、でなんか仲良くなって帰りに片付けてる時に現物売ってんですよ。で日本売れたぜとか言って、そういうの見てるといやーなんかなんだろう、もう絶対勝てないなっていつも思いますね。そうですよ。うん、まあね、そのまんまだね、普通じゃない、そのアイキャストの時のその目の前の通り挟んであのルアーメーカーとかさ、いろんなブースがあったんですけど、ルアーを泳がすためにあのね、よく水槽とか用意してるじゃないですか、こんな感じですよ、そこに入れてやったんですよ。みんなびっくりしてる。でびっくりしたけどね、やっぱ向こうが明るいのはね、向こうの人明るいですね、ラテンだよね。すごいもうやんややんやと喜んでくれて、でそのうちチャックを開け始めて、ここ入れろと。あの悪ノリ感がすごい面白いよな、誰も怒んないですね。あれアメリカのさ、アイキャストの時ってさ、うん、あの後商売になった2、3件ぐらいですかね、あ金額的には全然合わないよね、合わなかったですね、全然ダメだもんね。また行きたいんですよ、ターポン。ターポンは、はい、ちょっと待って、本当にさ、すげえ釣りしたくない、すげえ釣りしたい、めちゃくちゃポッパーで釣りたくない。何でもいい、何でもいい、ターポンを釣りたい。南米行こう。南米ですか、はい、フロリダじゃないんだ、やっぱりフロリダじゃない。アベレージがね15キロから20キロぐらい、そんな大きいのはいない、うんうん、2メーターとかはいないけど、はい、その代わり本当なんだろう、本当数釣ろうと思えば、うんうん、10本以上釣る、あ1日、まあ、でしかもそういって世界中釣れ出されて、うん、死ぬほど釣れない時が大半ですからね。そうだね、大体そういうもんだよ。ただ俺はそういうもんです、釣るよ、いい思いをしたよと、したことがあると、したことがある、あの聞いた話じゃなくて。ニョロニョロバチ来たな、今日だね。さあこれにライズが出てくればいいですね。そうだね、これ話しながらやってて、もしかして巻き早いかな、うん、でもちょっとだな、すげえ早いね、やっぱり。こういう状況の時って、はい、どんなことを意識して何をしましょう。そうですね、まだ始まってないので、うん、まあ、盛んにバッコバコしてたらいいんですけど、うん、出てないんで、どっちかといえば、まあ、トップと水中、うん、まあ、30センチまでですかね、うん、10センチ、20センチ、30センチぐらいを丁寧に流しながらって感じでやっていけばいいかなと思いますね、うんうんうん、で、まあ、いわゆるもう大潮周りの満潮からの下げっぱななんで、地合い、うん、ベイトがいようがいまいが地合いなのは間違いないので、うんうん、魚はね結構入ってきて、うん、それなりこう食い気立ってますから、ゆまずめだし、うんうんうん、だからちゃんと丁寧に流してればパターンずれてても食うし、うん、なるほど、もう大体もう確実に入ってきてる。そうですね、はい、よくほらよく今何つける、今なんだっけ、スライスライなので、もうちょっと沈めてみようかなと、うんうん、エリテンとかどうでしょう。エリテンもいいと思いますね、うん、エリテンでどれぐらい飛ぶんですか。エリテンだったらちょい投げでどれぐらいでしょう。340飛べばいいですね。飛んじゃうんじゃないかな。ちなみにブチって行っちゃう人って、はい、ここからバシッと押しちゃう人なんですよね、はい、押し出す、はい、でここまでで止めて、ここからここまでで力強く行くって、ここは抜きでやったら簡単にこうやって行くんだよね。あ、そんな軽くないですよ。あれぐらい飛ぶんだ。2割ぐらい、うん、やってみる。いや、明るい時やりたい。明るい時だって着水って分かんない。分かんないよね。でもさ、向こうの光の反射のあたり狙えばいいじゃん。こんな感じで
あ、うん、あ、そんだけ飛べば十分、ね、これ今ちょっとブレーキがあれなんだけど、ちょっと強めですけど、ちょっとマサチ投げてるの見たいよね。ナイトでベイトタックルでやめて、エリテンでエリテン重いからいけるでしょ。ちょっと投げてみてよ。ブレーキ優しくね、はい、はいはい、軽くでいいからね、はい、2割ぐらいで。あ、強いこれじゃ強い強い強い、押し出し。じゃあ 10% ぐらい、はいはいはい、うん、今の見た、ここからここまででめっちゃ押してたでしょ。そうするとやっと本当のベイトのティップ、こういうあの柔らかく作ってる、稼働するのってここしかないんですよ。そうするともったいないんで、ここまでで力を蓄えると、はい、あ、回収早いね。あのとりあえずすごい軽くいきますね。うん、あの素振りで言うとね、あの、ここからここまでで力入れて、ここ抜き、ここ何にも押さない、はい、だから上で上空に打つような感じ。あ、まずはね、まずはね、5メーターぐらい、はいはいはい。おととしね、僕ベイトもともと得意じゃないんだけど、あ、10メーター。あの、おととしボルネオ島行って4日間朝5時から夕方5時まで12時間ひたすらベイトタックルでマングローブチやったんですよ。そしたら、まあ、要は12時間かける4日間ですから相当上手くなって、うんうん、でも夜のね、こんな細い糸はちょっとさすがに、あの釣り糸やっぱり立ち込んで軽いのを投げるゲームはまた全く違うロッドの性質だから、ね、これはね、結局バチでね、あ、ちょっと押しが強かったけど、はい、ちょっとびっくりした、うん、抑えた、うん、でも大丈夫大丈夫、はい、テイクバックですごい曲がってた。そっか、よく曲がるんですね。あ、こんな曲がるんだ、うん、それでね、うお、怖い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 。でもまあまあ、あそこまでと僕でケンさんさっき飛んでたんです、1投目。あ、まあ、まあでもこんな感じなの、全然バックラッシュしなくなったでしょはい、はい、だからそれででも、もうちょっと沖のボイルを取りたいなと思って力むじゃないですか、うん、そこですよね、うんうんうん、あ、その時には同じ振りで、はい、同じキャストのパワーで、はい、1個ブレーキを下げればいいんだけど、はい、ダイヤルを、はいはい、あ、こっちはめっちゃな、こっち、あ、これをね、うん、これを1個、そう、うん、そうそうそう、それ、はい、それだけ、同じ振りで、そう、同じ振りで優しめで、あ、うん、あ、はいはい、あ、気持ち悪いよ。でもなんかベイトはね、なんかまあ要はどっちが釣れる釣れないは僕は興味なくて、楽しいのが一番だと思ってるんで。そうだね、ベイトは楽しいんですよやっぱね、うん、だけどなんか僕のベイトの楽しさはやっぱりピンポイントキャストなんで、別に、ね、ピンいらないですよこれそうそうそう、ないからねよく見えないし、だからなんかそういう点ではちょっと何とも言えんけど、でもやっぱりベイトのこのシュッという感じと、勝ててね、勝てた時のダイレクト感が魅力ですよね。なんか8時にラーメン屋が閉まっちゃうんで、あの釣り終わった後のうまいラーメンがないのが残念でしょうね。俺半絶食ダイエット始めちゃった。いや、今ですか、うん、半絶食、うん、へえ。なんか最近ほら、いや最近っていうかコロナで、はい、結構 YouTube 見ちゃって、はい、ありとあらゆるジャンルの動画が上がってんじゃん、はいはい、内臓脂肪なんか打っちゃった日にはもう体操みたいなのいっぱい出てくるしダイエット打ってみたら、はい、なんか半絶食とか出てきて、はい、なんか16時間ぐらい何も食わないと、はいはい、お腹グーってなるじゃない、はい、でグーってどういうことかっていうと、はい、腸がなんか外に、あ、動いてる音らしいんで、はいはい、でそっからが中にあるものを外に出そうとして、はい、なんか何かが入れ替わって、まあ、健康になるらしい何の説明にもちょっとなってないな何が入れ替わるんだろう。あ、だからいずれにしてもね、1週間でね2キロ痩せたんだ。そりゃそうでしょそれだけ分かります
なんだったら 半絶食じゃなくて全絶食したらもっと痩せますよ。いやそれは死んじゃうでしょ。あれでね、腸炎で全絶食を1週間やったことがあって、要するに食事が通るともう痛くて悶絶でさ、あれは辛い。あ、食った。バイト、バイト、バイト。乗ったぞ。おうおうおう。よしよしよし。やった。よしよし。あー、大きくはないけど。うんうんうん。やったやった。おお。これ鈴木でしょ。あ、あ、あ、やばいやばい。おお、しますします。寄せます。やった、45センチぐらい。いやーよかった、久しぶり。シバス久嬉しいな。やったべべ、まあまだやったな。もっと大きいの釣れますから。いますか。はい、だいぶ流れが始まってます。出始めてますね。いいな。まあ健さんが釣ってくれたらいいですね。あと1本ぐらい釣ってください。ちょっとね、これ2グラムほど重いフローティングミノーにして、これで水面下15ぐらい15ぐらいを見てみよう。深いバチ食ってたらね、もちろんボイル出ないもんね。あ、バチ少ないんで鈴木もね探し回って、バチ意識してるのは鈴木探して泳ぎ回るんですよね。あ、じゃあバチを探して、だからそれなり浅い方にね入ってきたりして。今日はバチボイルに出てるって感じじゃないので、うん、でもあれだけいるもんな。うん、あの浮きもあんな状態でしょ。魚いるんで水中で勝負でいいと思います、うん、だけど食ってるのはバチだったり網なんで、うん、ゆっくりっていうのは変わんない感じですかね、うんうんうん、シーバスのライズはないけどな。バチいっぱい来たよ。すごいすごい、ほらほら続々続々来た。おおすごいすごい、おおすごいすごい、おーすごいすごい。全くなんだろう、バチが少ないなという状態だったけど、突然大量に流れてきましたね。なので今はちょっと大きめの12センチのバチ用でやってますね。ちょうどこれぐらい。うわー、ラインにバチが絡みついてどん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 重くなっていく。お、食った。やった。乗った。お、よし。あ、ちっちゃい。チヌじゃないですか。え？引きが機敏だね。めっちゃ機敏だ。足、あ、鈴木だ。お、シバス。うん。いいよ、いいよ。やった。シバスだ。ちっちゃいけど、おめでとうございます。食った、また目の前だ。ライズが出た瞬間でしたね。同じやつ取れたかな。いいわ、乗っちゃうね。あのやっぱこの柔らかいティップが絡め取っちゃうんじゃないかな。勝手に乗っちゃう感じ。さっきのもそうなんですけど、身の、ま、目の前でアップに言ってゆったり巻いてきて、いやいやダウンに差し掛かってゴンみたいな、そんな感じでしたね。まあサイズ的にはまた今回もこんな感じではあるんですけど、全然乗りますね 86L。 まあね、まだあるよね。そうですね、
ただでかいのがボイル、でかいボイル音はないね。40センチぐらいのライズが今パタパタって出始めたところで、ケンさんがすかさず1本取ったところですね。おさちさ、はい、あのライズが出た時に、はい、狙い撃ちなんですけど、はい、なんかあのなんかコツとかある？狙い撃ちのコツ？うん、その食わせる。ああ、あの鈴木は動かないんで、動かないっていうか同じら辺で食うんですよ。なるほど、やっぱり。だから同じコース、まあそライズがでなんか固まってるとこを通し続ければ出ますね。ああ、やっぱりそれが出たところの真下にまた戻るの。なんだかんだ、はい、あの地形変化があったりして。あ、魚だ。あ、ヒットだ。何かが。これなんか違う魚っぽいな。え？なんだ。ボラ？あ、鈴木だ。シバス？あ、やった。おー、いいじゃん。おー、いいじゃん。いいサイズ、いいサイズ。やった。これで帰れる、これで。やった、これでいいんじゃない？これでいいです。やったー。でかいでかい。70ぐらい？60代。65ぐらい？あ、ごめんごめん。あ、よかった。やっと出たね、60代、うん。おめでとうございます。これが釣りたかった。そうですね。なんかちょっとコンディションいまいちだけど。そうだね。いや、でも浅瀬に入ってましたね。うん。この前に一発。あのバラしちゃって、うんうん、すごいグングンっていいの来たんだけど、うんうんうん、いつもあのバチ抜けだとスイープな感じでやってて、はい、グンって走ったらその下乗せるようにしたんだけど、うんうんうん、全然乗り切らなくて、そいつかどうか分かんないけど、まあ、これぐらいの重さでしたね。それいやいや、さすがです。よかった。よし、入った。あー、よかった。面白かったな。もうすぐそこですよ。もうバチないので、うん、はい、もう多分、まあ、釣れるかもだけど、うん、かなり厳しい。いや、もう全然 お腹いっぱい、はい。え、ラーメン食べない？あ、そっちのお腹いっぱいじゃなくて釣りがお腹いっぱい。釣りがお腹いっぱい。ラーメン、俺半絶食中だから。そっか、なんかまたその話になっちゃう。半ラーメンみたいな感じでもいいし。そういう犯罪者ふざけんなって感じそういう犯罪者か、絶食じゃねえじゃん明日はちょっと都市型河川編やりますか、じゃあ、うん、明日、うんうんうん、これウェーディングじゃなくて、はい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 、あのスニーカーでやれる都市型河川のバチ、うん、いいね。水冷たい。ここまで出ないですけど、うん、まあ魚は結構入ってるんで、そっちやってみましょう。楽しみですね。じゃあ今日はじゃあ終了ということで、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さあ行きましょう。よいしょ。はい、フィッシュマン TV へようこそで自分さあ、バチ抜け2日目だね。はい、今日は東京ですね。そうですね、都市型河川にやってまいりました。まあもうこんな感じで柵もあってね、はいはいはい、足場もいい釣り場なんですけど、あ、まあ、今満タンで、うん、まだ上がりますね。まだあと30分ぐらい上がってから、はい、バチ抜け始めるんじゃないかという予想です、うん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 、ただ今はもう今日没で、この時間はこう何ていうんですか、いわゆる夕間詰めで魚をバズるんで、はいはい、もしかしたらもうこの時間から食ってくる可能性もあるかなっていうね、ちょっとやってみたいかなと。ね、今日ね昼間はね、マサッチチャンネルをですねのロケがありまして、でその模様は、後日、彼のチャンネルの方で、アップされますの で概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。人生相談人生相談に乗ってもらったって感じですかね。
彼が僕にという、ね、おかしな図式なんですけどね。なかなかユニークな感じになってると思います。はい、はい、もうやっていいの？はい、ね、もうまだ手話出てますが、うん、もう多分右から左流れてる。水深は4から5メーターぐらいですね。あ、そんな深いんだ。結構深いです。昨日の場所と大違いで、ちょっとレンジも難しくて、シンキングしか当たらない日もあるし。なるほど。なんともまだわかんない。やってみないと。今日も僕はね、86、ロアの86で、まさにこういうフィールド。なるほど。ワンオク。5グラムから10グラムぐらいの。やりたかった。こういったところでイメージはだってあれだもの、キューベイドじゃねえ、なんだっけ、荒川とか、荒川の第一橋脚までとか、あとは隅田川とか、そんな感じのイメージで作ったのが最初の始まりなんですよ。これ横風結構強いですけど、ベイトでも全然問題ないです。全然これぐらいの、全く5から7ってところですよね。あ、全然、微風です。おう全然余裕ですよね。ちょっと出始めていて、これは期待できそうですね今日ね。壁際に何だろう、ブロックが数十センチ入っていて、その左が石積みが効いていると。このラインがいいらしいですね。すごいな、同じ種類なのかな、同じタイミングで出てくるってすごいよな、皮が違くても、まあ、今回のこの 2day でね、ずっと86ローワーの 86L を使ってるんですけど、まあそれほどバックラッシュも少なく、投げれるっていうのは、まあ、分かっていただいたと思うんですけど、この釣りにね、非常にいいなって思う点はね、何点かあるんだけど、一つはね、まあ、2点でいいな。一つはね、ティップセクション。ティップセクションが、張りがあるんだけど、とんでもなく曲がるんですよ。これぐらいの負荷だったら全く曲がってないんですけどね。で、実際にそのバチの吸い込み時って、それほどその、バキュームするわけじゃないと思うんですね。で軽くピンと入る。でその時に弾かないで、いやいや適度な張りがあるから、オートフッキングというか、この釣りに全然明るくない僕とかでも、の釣り魚を持ってしまうという、こういうティップセクションですね。それがちょうどこの辺、この辺ですね。この40センチぐらい、これがちゃんとこうやって曲がる。で、ここも曲がる。このしなやかな曲がりがオートフッキングさせるのと、あと5グラムから10グラムという比較的バチ抜け用の軽いルアーを遠くに飛ばすことができる。で、そのためにここはね、意外と張りがあるんですよ。ここを曲げることによって。ウィッとここが曲がり、やっぱりやや太いところが曲がった方がエネルギーたまるの でそれをこうスムーズにティップ部分へ移行させていくと、曲がり、ムチのような曲がりによって軽いルアーも飛ぶと。で肝はここの部分をどう曲げるかっていうだけで、軽いルアーとかを遠くに飛ばす時って結構力んでしまいがちなんですけど、あえて抜いて胴の部分を曲げることを意識すればやりやすい。で、この2つがですね、この釣りに合ってると。バチは狙い通りスガッと次から次へと流れてきてます。で、まあ、ライズ出ないんだけど、ここは水深深いので、まあ、結構下で食ってる時もあるんで、シンキングか上で出るかって感じですね。一昨日俺ここにいたんだけど、一昨日結構ね魚系あったんだけど、今のところゼロなんで、そこだけ心配してます。バチの場合はただ地合いがもう短いからさ、はい、こっからドタバタすることってのはちょっと考えにくいよね。そうですね、やっぱ残念ながら
どこ行っても今が地合いなんで、ここで外すと、下げ後半、まあ川のね端回り行けばなんですけど、もうどこも人が入っちゃってるんで、うん、確かになかなか難しいかな。今なんか当たったの？魚に触って、うん、ちょっと合わせてみようかなと思ってたんで合わせてみたけど、おっ、食った、乗った乗った乗った、やった、食った食った、いいね、いいよ、あ、いいわ、なかなかいいね、うん、これ絶対ベイトキャスタースプールを触らないように、もうドラグで使って押さえちゃうとバレますからね、必ず走らせて、もう完全にフッキング多分してると思うので、スプールは押さえないで、なんか違うか、ん、そんなにいい匂い、あ、静かな、静かな、でかい、静かな、でかい、静かな、やった、よいしょ、よいしょ、完璧、ありがとうございます、いいね、完璧な70アップじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですかやったうん、見た今バイト、はい、もう水面には出ないで、ね、水中でグッ、そう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 、グググって持ってって、でティップガーッと入っていって、はいはい、でその下で耐えてくれるから、なるほど、ね、勝手に乗っちゃうんですよ、フッキング完璧の、うん、ハーモニカがかり、ちょうどあのシンキング 2g 重い 11g に変えて、わりかしすぐでしたね、うんうん、ちょっと下なんだね、うん、うん、おっ、70、70は行きました、70ジャストですね、ほぼ、うん、しっかり測れば71ぐらいですけど、すごいすごい、最高、86楽しい、全然でもバットとか余裕でしょ、まだまだいけるんですよ、あ、元気元気、あ、大丈夫だね、うん、はい、行きました、おやった、ありがとう、イエス、いましたね、いや、今日もしかしていい日、いや、まあそんなにめちゃくちゃいい日じゃないですけど、めちゃくちゃいい日じゃないけど、うん、あ、まあさすがです、70アップ、よかった、出なくはないんですけどね、バットもそ、もう本当にゼロか、うん、ゼロかぐらいです、まあ70取らせてもらったし、いやもうさすがでしたね、じゃあよかった、でも試合30分もなかったですね、本当だよね、一瞬でした、一瞬バチ出たっていう時、はい、そうですね、でもボイルは出なかったね、そんなに、あ、うん、今日はね沈んだバイトでしたね、やっぱりそうで、要はこう鈴木って吸い込むじゃないですか、うん、それもそんなしないで、うん、こうふわーって食ってくるんですよ、網とバチは、うん、だから、うん、バイトもドンじゃなくて、うん、もうふーってこうやってズズ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 ズ市に来ていただきまして、はい、お送りしました、はい、東京湾バチ抜けシーバス、はい、どうもありがとうございました。